24だって。皆さん、ラストアイドルさんとかご存知ですか？私の好きな歌があるんですけど。わかりますか？これは一番最初の歌です。バンドアゴン。そう、ラストアイドルさん。歌詞が大好きで。
という歌です。 ラストアイドルさん、ラルッチェさんですね。すごく歌詞が私は好きです。これはラストアイドルさんって、番組があるんですけど、その1期生さんの時に、なんかこの曲はもう決まってて、その発売が決まってるこの曲を歌うメンバーを決めるっていうオーディション番組で、もう最初にこう7人決まってて、そこから毎週1人が出てきて、で何番さん挑戦して、挑戦し、あの立候補しますみたいなっていうのをして、で対決して勝ったらメンバー入れ替わりみたいな、結構残酷な番組なんですけど、そう、シュークリームロケットさん、あちゅーじゃん。 そう、私もシュークリームロケットさん好きです。そう、ラストアイドルさん CD 持ってる、好き？ラストアイドルさん、そう、まあ私はそういう番組結構好きだったりします。ちなみにオーディション受けてて、ラストアイドルさん受けてたんですけど、私ラストアイドルさん受けてた時に、インタビューされた時があって、その時にラストアイドルを受けるのはもうなんかラスト、もうこれで私ラストです、オーディション受けるのみたいな言って、ラストアイドルさん受けたんですけど、落ちて、その次のドラフト会議で受かって SU に入りました。だからドラフト会議受ける前、1個ラストアイドルさん受けてたんですよ。そう、そう、受けてたんです。別にテレビに映ったわけじゃなくて、そのオーディションで、なんかその挑戦者、毎週出てくるテレビに出る挑戦者のオーディションがあって、それを受けてたんですよ。だから挑戦者になるにもオーディションがあるんですけど、そう、オーディション番組に出るためのオーディションって感じです。 そうです。で私落ちてね、ラストアイドルさん落ちた後に、このバンドワゴンを一人夜中公園で踊った思い出があります。僕が欲しいっていう そう、一人でね、めっちゃなんかもう悔しくて、なんか東京まで行った、そう、行きました。面白い。あ、タカさんありがとう。そう、でもこのバンドワゴンっていう歌詞は本当に、曲は本当歌詞すごいいいなって思って、そう、そうです。ラストはラストじゃないんだよね、まあ。そう、本当にいい曲、すごい好きで毎週見てました、ラストアイドルさん。あと9分、8分か。あちゅう、あちゅう、タルタルラタルラってやつね。シュークリームロケットさん、あれですね、TIFF で私ずっと見てて、テレビ「ラストアイドルさん」で、ラストアイドルさんで、シュークリームロケットさんが TIFF で同じステージで、そうで、私「テレビで見てた！」って思ってました、一人で。そう、 TIFF で見たんですよ、一番最初のステージの時に。そう、裏、一緒にステージだったんですよね、なんか朝の。うです。うわーってなりました。そうです。リオン、あ、知ってますよ。清原リオちゃん知ってます。サムサム。そうですよ。ハートありがとうございます。そう。で、思ってた自分、そう、舞台裏で、そうそうそう。で、待って、エンディング決めよう、エンディング。エンディング何にしようかな。エンディング、エンディング。